クラックスケール、ちょうどここにちょっと細いのありましたね。これで、まあ、幅がどれくらいかなっていうのを見ていきます。建物の床とか壁に傾きがないかっていうことの確認を必ずしています。さあ、場所が分かるように、山岳で置きます。それで確認取ります。暮らしのマーケット大学です。今回は住宅診断です。教えていただくのはこちらの方です。株式会社向こう三軒両隣一級建築士事務所の一級建築士の牛山です。牛山さん、よろしくお願いします。お願いします。牛山さん、そもそも住宅診断、まあ、のホームインスペクションと呼ばれるもの、こちらはどういったものなんですか？住宅診断というのは、お客様の建物の安全性とか性能面、こういったところで問題がないかというのを見ていく、まあ、人間で例えるところの健康診断みたいなものの住宅バージョンということになります。依頼をされるお客様はどんなお客様が多いんですか？私の場合は全体の大体半数程度が新築住宅の引き渡し前のお客様、内覧会の同行という形で伺うことが多いです。で、残り3割程度が中古住宅の購入前ですね、はい、まあ、購入して問題ないかということを確認されたい方、うん、で残り最後2割くらいが実際に住んでいるお住まいの、まあ、ご自宅であったりとか、まあ、ご実家であったりとか、はい、そういったニーズになりますね。正直住宅診断って あまり聞き慣れないものかなと思うんですけれど、プロに住宅診断を依頼をするメリットっていうのはどういったものがありますか？はい、例えば新築住宅の引き渡し前であれば、我々のようなプロに見させてもらうことで、例えば構造上の問題があるときとか安全性の問題があるときに、やはり一般の方ではクロスの傷とか汚れとか、まあ、隙間とか、はい、そういった、まあ、目に見えるところだけの確認にどうしてもとどまってしまうと思うので、私たちのようなプロに見させてもらうと、よりこう専門的なそういった構造の部分、防水性の部分などお伝えすることができるという点だと思います。例えば中古住宅であれば劣化の状況ですね、私たち専門家の視点から見ると、お伝えできることというのはたくさんありますので、非常におすすめですね。今日は実際に住宅診断の作業の様子を見せていただくというところなんですけれど、はい、今回はどのような現場なのかというところと、はい、あと、まあ、その作業の解説の中で、注目してもらいたいポイントなどあれば教えてください。今回住宅診断させていただくお宅は築2年程度の新しいお宅なんですけれども、地震の多い場所ということもありまして、地震の影響を何か受けていないかということですとか、まあ、新築からまだ2年ということなので、新築時の何か問題、不具合がなかったかというところを、まあ、振り返るという意味での住宅診断になります。では早速作業を見せていただきたいと思います。牛山さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の住宅診断のお宅はこちらになりますので、早速伺っていきたいと思います。失礼します。上がるタイミングで私の方では、新品の靴下をご用意して、ここで履き替えてから上がるようにしています。そういったところも気をつけてらっしゃるんですね。そうですね、まあ、新築のお宅も多いですし、まあ中古のお宅でもやはり、売り主さんの方お住まいのところに上がっていくような形になりますので、まあ、こういったところで、清潔感などは気をつけるようにしています。はい、では失礼します。普段はまあこのような形で空いているスペース、これをお借りして、まあ、大体1畳くらいのスペースをお借りするような形で荷物を置かせていただいて、でそこから身支度整えていくというような流れです。結構大きいバッグなんですね、お荷物。そうですね、これ一つに逆に言うと全部入ってるんですけれども、まあ、脚立から、何から全部こちらに入れてるというような形ですね。今回の作業で使う道具とかをご紹介いただいてもいいですか？はい、いろいろ入ってますけれども、はい、まあ、例えばこれはレーザーですね。レーザー、はい、こんな形で今周りにレーザー出てますけれども、すごい、水平垂直を見るための機械、こういったものがあります。小物類もそうですが、この後床下潜ったりしますので、そういった時用のマスク、はい、まあ、先ほどご紹介したこのレーザーを立てるための三脚ですね、少しこう高さを出してレーザーを設置しますね。このレーザーは住宅診断
をされる方はほとんど持っていらっしゃるんですか？そうですね、住宅診断では建物の傾きを測るっていうのが必須の項目になっているので、これは必ず必要な道具になりますね。お住まいのお宅だとどうしても、ソファーとか家具が置いてあることがあるので、床に直接レーザーを置くと家具で隠れてしまうので、それでこういった形で高さを出して測るような道具ですね。それから大きなものでいくと脚立がありますね。これ伸縮式のものなんですけれども、結構このくらい身長くらい伸びます。よくこれはお客さんにも驚かれますね。こんなにコンパクトなのにここまで大きくなるんですね。そうですね、これでこの後屋根裏とかも入っていくような形になりますね。あとは、床下に入りますので、点検口から入りますので、開けた状態になると結構危ない。こういった形で点検口の近くに看板を立てて踏み外さないようにっていうのを、ご注意いただくようにお声掛けをしています。床下侵入していく時の小道具入れですね。ここにいろんな道具を入れて床下に入っていくのと、キャスターで転がせるように。あ、そうです、そうです。腹ばいで動いていくので、タイヤがついていて、これでコロコロっと、動かせるということで、もともとはこれ植木鉢の移動のための商品のようなんですが、私はこれを使ってます。あとはこれ床下入るときにお腹の下に置いてスーッと進んでいくための台車ですね。あとは小物類がいくつかこういった形であります、例えば小物類でいくと電気のコンセントですね。これが電気が正しく来てるか、これ差し込んで確認するものであったりとか、ゴルフボールですね。ゴルフボールですね、床の傾きが見られるときにこれ置いてどのくらい転がるかっていうのをちょっと確認するための一つの目安としてこれ使ったりします。あとはこれも住宅診断する人は必ず持ってますけれども、クラックスケールっていうものですね。ひび割れにこう当てて、ひび割れの幅がどのくらいかっていうのをこれで見ます。何ミリ、ここに 0.03 ミリから1.5ミリ、 2.2 ミリくらいまで測れるようなものありますけれども、0.3 ミリ以上だと注意が必要で、 0.5 ミリ以上だとその注意の度合いが高くなるような、そういったものを確認するための道具ですね。こんな形でこれテストハンマー、打診棒とかとも言いますけれども、特にタイルなどをこう叩いて音の違いで施工の状況とか劣化の状況を見るためのものになりますね。外回りでは外壁ですとかこういった雨どい、こういったものの施工の状況とか劣化の状況を見ます。例えば雨どいであれば、こんな風に触って動かしてこういった根元のところにぐらつきがないかとか外れてるところがないかとか、あとは外壁であればひび割れがないかとか、シーリングといってですね、外壁と外壁をつないでいるところの目地材ですね、こういったものに施工のし忘れとか隙間がないかとか、そういうことを見てます。こちらのお宅は外壁がこの金属系の外壁なのでひび割れているということはありませんけれども、こういった外壁の種類によっても起きる不具合とか劣化の状況が異なるので、その素材に応じたアドバイスを最後にお伝えできるように状況を見ていくということになります。この金属の外壁の場合、施工不良とかがある場合って例えばどういったケースがあるんですか？やはり一つはシーリング、ゴム状に見えるこういったところですね。これが築年数経っている建物だと固まってきてひび割れてしまうとか、隙間ができてしまうことがありますし、新築のお宅でも施工の不具合で穴が開いてるとか、あとこれをそもそも打ち忘れてる場所があるとか、そういうことがないかというのを中心に見ていきますね。例えばこう窓の上などはですね、こう地面からだと直接見えませんので、こういった手鏡、これを使って上の状態を見ていきます。特に問題ありませんね、大丈夫です。あとはこういったところもよく隙間ができたりするので、上のところも確認一つずつしていきます。あとは基礎ですね。これはひび割れがないかということを確認をしていって、ひび割れがある場合はですね、こういったクラックスケール、ちょうどここにちょっと細いのありましたね。これで幅がどれくらいかなというのを見ていきます。例えばこのひび割れだと0.1 ミリとかそのくらいのひび割れなので、特に問題視するようなものではないなということがわかりますね。
問題視するほどではないひび割れっていうのは発生してしまうことが多いものなんですか？そうですね。新築のお宅でも、まあ3軒に1軒くらいはこういったひび割れが見つかることが多いので、決して珍しいものではないです。ただまあこれが単なる見た目の問題としてのひび割れなのか、構造上のひび割れなのかっていうのは正確にお伝えしていく必要があるので、うん、そういったところに注意してやっています。玄関のタイルですね。こちらは、まあこんな形で叩いて転がして音の違いを見ていきます。音の違いがあるんですね。そうですね。今叩いた範囲では特に音の違いなくですね、しっかりと施工されていることが分かりましたが、施工に不具合があると、カラカラっていうような空洞の音がします。例えば鉄筋とか木筋とか、ああいったものを叩いた時のような音がするので、そういったものがある場合は、タイルがひび割れしやすい状態なので、硬いものとかを強く置かないように注意してくださいとか、あと、これがまあ新築の引き渡し前であれば、あらかじめ張り替えていただいて、それで引き渡しを受けていただくことをお勧めするなどしています。この軒裏ですね。こちらは、まあ、築2年の新しいお家ですので、全く問題ありませんけれども、築年数が経ってくると、この軒裏にシミができていたりすることがあります。これは雨漏りを原因とするものが多いので、そういったものがないかというのを入念に見ていきます。ちょっとこうさーっと見ただけではわからなくても、よく見るとシミが出ていることなどもあるので、注意してみるようにしています。このポスト関係はガタつきがないかとか、まあインターホンの、動作が正しくされるか、そういったところを確認をしていきます。玄関ドアなどは、やはり、まあ触って動作の確認ですね。変な音がしないかとか、あと内側から鍵をかけてみて正しくかかるか。意外とこれ新築の引き渡し前のお宅だとちゃんとかからないようなちょっとこう調整が必要な状態たまにありますので注意してます。あとはまあこういった形で、まあ、人のお宅をこうやって触ることが中心になるので、はい、新品の手袋これは必ず着用をして、で汚れたらすぐ取り替えるような形で、まあ、1回の現場で3回くらいこう手袋を変えるような形でやっています。まあ、こういった屋根ですね。地上からは見えない場所で、かつ、まあ、2階などからも見えない場所があるときは、カメラを伸ばして、それで撮影をしていきます。すごい伸びますね。そうですね。これは、撮影などで使うときの一脚と自撮り棒を、ちょっと改造して使ってます。で、こちらの、まあ、iPad にこのカメラの画像が映るようになっているので、これで、まあ、ここで撮影をしていくっていうような形ですね。劣化、例えば、剥がれてるとか、ひび割れがないかということを見ていったりとか、まあ、施工上のことで言うと、よくあるのが雨どいの、水たまりがすごくできてしまっているとか、そういうことがあるので、うん、まあ、雨どいが変形してたりすると、そういうことがあるので、そういった点を、してますね。こんな風に屋根の状況が取れました。雨どい、ここの部分の、そうですね、雨どい、水たまりなどもないので、はい、特に問題なさそうですね。ウッドデッキはですね、シロアリにやられていたりすることが特に築年数の経っている建物だと多くありますので、そういったことがないかっていうのを入念に見ていきます。で、上からも、まあ、見ることも大事なんですけれども、この村ですね、下の方ヘッドライトなどを使ってこのような形で見ていきます。じゃあ、室内の方にこれから移っていきまして、室内はやはりこう窓とかドアとか、生活する上で必ず動かすようなものというのは、私の方でも必ず触って動作の確認、これをしていきます。まあ、動作に異常がないかっていうこととか、何かこう突出物などがあって怪我をしたりしないか、あるいは鍵がちゃんと閉まるか、そういったところを総合的に見ていくということですね。特に問題はありませんでした。キッチンは、まずは、お水が正しく出るかっていうことですね。これも、シャワーと通常の塗水筒を切り替えて問題がないかっていうことを確認したりとか、あとこの根元でぐらつきがないか、築年数経ってるとこの辺りで水漏れがしてたりすることもあるので、簡単にこう軽く動かして、そういったところを確認をしていきます。あとは、
まあ、ホースが正しく伸びるかですね。結構これもキャビネット内でホースが絡まってしまっていて伸びないことなどありますので確認をしています。で今水出しましたので、この中で水漏れがしていないかですね。こちらが給水管で、こちらが給湯管、こちらが排水管になりますね。それぞれこう軽く触って水漏れがないかというのを確認をしています。あとは食洗機は動作の確認をこちらで操作をして、で正しく動作するか。でこの後最後に床下に入りますので、床下に入った時に水漏れがないかということも動作をしておかないとわからないので、必ずこのタイミングで動作の確認をしています。あとはキッチン関係の設備でいうと、こういった IH であったりとかガスコンロなどの熱源ですね、これも一通りこう触って動作の確認というのをしていきます、ね、動作の確認を一通りするということですね。あと、換気扇関係、これも正しく排気されているかということを確認していきます。こういったところのビスの、締め忘れがないかとか緩みがないかとか一通りこう触って確認をしていくことになりますね。キャビネット類、これは引き出しの動作の確認、これをしていきます。音とか動作に異常がないかということを確認していきますね。洗面の方もキッチンなどと同様で、まずは正しくお水が出るか、これを確認していきます。でこちらの洗面台は水を、止める機能がこちらで、プッシュ式になっているので、こういったところについているレバーがついているタイプもあるんですけれども、まあ、こんな形で水を溜めることもしてます。でお水を溜めてこの穴ですね、ここから溜まった時にどんどん排出されていくことになりますけれども、これがこの穴を越えて水が上がってこないか、上がってくると何かこうトラブルで排水が詰まった時に溢れるような原因になるので、こういったところも確認をしています。あとはやはり下の配管類ですね、これも稀ですけれども、こういったところから漏水があることというのはありますので、お水をしっかりとこう出した状態で水漏れがないかというのを確認をしていくことになります。で今こちらちょうど溜まってきたので、ここ確認しますと、水を、出している状態でここからどんどん水が排水されていきますね。これオーバーフローという穴ですけれども、このオーバーフローより水が上がってきましたので、ちょっとここで一旦止めます。これ以上ちょっと水を出すと溢れるような状態なので、こういった時はちょっと水量の調整、こちらの根元でできるので、元となる水量を少し、絞るといいですよとか、そういったアドバイスをさせていただいてます。あるいはこれが不具合の場合もあるので、このオーバーフローのところが詰まってるようなケースですね、そういったケースは、是正をお勧めするとそういうことになりますね。これからお風呂の、状態の確認をしていきたいと思います。お風呂はユニットバスの場合必ずこういった点検口がありますので、こういったところを開けて中の状態を確認をしていきます。今見えている、こちらの金属の筒状のもの、これがお風呂の換気扇のダクトですね。これに外れてる部分がないかとか、こういった形で触って確認をしていきます。特に問題なさそうです。あとはこのような形で構造部が見えるケースもありますので、こういったボルトの緩みがないかとか、あるいは奥に見える配管、遮音材が正しく巻かれているかとか、そういったことを確認していきます。あとは少し専門的な話になりますけれども、このユニットバスの周りに石膏ボードを貼らないといけないような、作りをしている場合もありますので、これは図面と照らし合わせて、必要な石膏ボードが貼られてないようなことがないかとか、一部放棄に関わるようなところも可能な限り確認をするようにしています。お風呂についてはこういったシャワーの水圧が極端に弱くないかとか、まあ、お水がちゃんと溜まるかどうか、こういったところをやはり動作の確認をしていくということになります。
あとはこういったところの窓枠の目地のシーリング、こういったところが正しく施工されているかどうか、これがないとこういったところから水が入る原因になるので、こういったところの確認をしています。階段については、この段ですね、踏み板に傾きがないかということを確認をしていきます。これ水平器というもので、中央にこの泡が見えますけれども、この泡がこの真ん中に来ていれば傾きがない状態になります。これをまあ一段置きぐらいに見ていって、傾きがないか、まあ、傾きがあると構造上何か問題が潜んでいる可能性もありますし、踏み外したりという問題もありますので、あとは手すりですね、こちらもまあグッと握って緩みがないか、ガタつきがないか、何かこうビスが飛び出てるようなところがないかとか、まあ、そういった安全性に関するところは特に入念に確認をしていきます。それから段ですね、これ1段ずつ、まあ、組み締めてギシギシ変な音がするところないかとか、そういったことを見ていくということになります。まあ、ドアや壁などですね、これもやはりこう触るような形で動作の確認、あとこういったところのラッチ、これがかかりにくいところがないかとか、ひび割れがないかとか、そういったことを確認していることになります。傷とか汚れとかそういったところもこの住宅診断の、はい、あの中で見ていただけるんですか？一般的にはですね、いわゆる国交省が出している住宅診断のガイドラインなどでは、傷とか汚れに関しては特に指針がないのですが、私の方では極力気づいたものに関してはお伝えするようにしています。特に、まあ、新築で、まあ、引き渡し前の住宅購入の方はですね、そういったところがすごく、まあ、気になるという方多いので、まあ、こういったライトを使ってですね、こう細かく見ていくと、暗がりだと見えないようなものでも見つかることがあるので、ね、あのなるべくこうそういったことをお伝えするようにしてますね。じゃ あのこういった縦部関係はやはり電波しておかしな音がしないかとか、あとこういった折戸と折戸の召し合わせのとこですね、こういうところよくこうぶつかって動作に支障があるケースがあるので、そういうことの確認をしています。それからまあなるべくこう流れで、壁、次の壁というふうに進んでいって、こういった付属品ついているところですね、こういったものがガタつきがないかとか、まあ、動作の確認をボタンを押して確認をしたりとか、まあ、スイッチ関係も同様ですね、いずれも電気がちゃんとつくかというところを確認をしていきます。あと棚などもやはりこれごく稀ですけれども、あの落下してしまうような状態、固定が非常に甘い時が過去ありましたので、そういったことがないか少しこう動かしてですね、グラグラしてないかということは確認をしています。こういったレーザーの機器ですね、こういったものを使って建物の床とか壁に傾きがないかっていうことの確認を必ずしています。で、例えばこの縦の線を見ると分かりますけれども、上まで出てるこの線ですね、これが地球の重力に対して完全に垂直な線が今出てるので、この上と下でこのレーザーに対して、その、まあ、隙間の幅ですね、これがどれだけ違うかでこの傾きの状況を見ていきます。で、床に関しても、まあ、レーザーはこんな形で今90センチの高さに設定してるんですけれども、距離を取って例えば3メーターぐらい離れてこの、何センチかっていうところを見ていきます。今見ると、まあ、完全に90センチで同じなので、この距離3メーターぐらい離れて、まあ、1ミリもこの2点の間では傾いてませんということが分かります。これをまあいろんな場所で連続して見ていって、建物全体の傾向ですね、何かこう地盤沈下などがないかとか、そういうことをあの確認しているところです。すごく傾いてる音とかあることはあるんですか？そうですね、あの本当にすごかったのはお部屋の端と端で20センチぐらい傾いてるっていうこともありましたけれども、レーザー使わなくても分かるくらいの話でしたが、まあ、そうでなくても3メーターで1センチぐらいの傾きになってくると新築住宅だと傾きを疑う、で中古住宅だともう少しあの基準が緩くなって、3メーターで、まあ、12ミリとか、まあ、いくつか基準があるんですけれども、まあ、そういったところに照らし合わせて問題がないかということを見ていきます。
数値内になっているかどうかということだけを見るんじゃなくて、建物全体として何かこう傾向がないかということを確認することを大事にして見ていますね。今屋根裏の下見をしたところ、断熱材がですね、ブローイングといって、直接断熱材自体をこう天井裏に乗せているようなあり方の断熱の方法だったので、結構これだとホコリのように断熱材が舞ってしまいますので、床に養生をして、それから屋根裏に入っていきたいと思います。断熱材の種類に応じて、まあ、こういった養生しなくても特に汚れないというケースの時は、直接脚立を置いて屋根裏にこれから入っていくということになります。こちらの点検口は今、まあ、すんなり開きましたけれども、ドライバーを使って開けるタイプのものもありますし、あとこの蓋自体を取り外せるものっていうのが多いので、取り外せるような時は必ず取り外してから入るようにしてます。外さないで入ってしまうと、結構これがガタついて下に落ちてしまって傷をつけたりすることになるので、まあ、そのようにしているということですね。じゃあ屋根裏入っていきたいと思います。まあ、屋根裏このようになっていて、まずは構造材関係の確認ですね。例えばこの柱、これは小屋塚っていう部材なんですけれども、これが例えば傾いてないかとか、大きな割れみたいなものがないかとか、あるいはこの根元のところ、このカスガイという金属の金具ですね、これが1箇所につき2本必要なんですけど、こちら側とこちら側とで2本あることを確認したりします。あとはこういった斜めに渡している部材ですね、これ雲筋貝って言って屋根の変形を防ぐための部材ですが、これも一定の取り付けの方法が決められたものがあるので、そういったことは間違いなくできているかということの確認をしていきます。あとはまあこういった、まあ、屋根の裏面ですね、こういったところをくまなく見ていって何か雨染みがないかということを確認しますし、まあ、新築なんかでも工事中の雨水が少し残って変色してたりとか濡れてしまってるケースがたまにありますので、そういったことを確認していきます。まあ、こういったですね、含水率計というものを使って木に含まれる水分量を確認をしていきます。今、まあ、10% ぐらいですかね、で出てます。これは 20% を下回っていれば問題なくて、この 10% ぐらいというのは十分低い値ということになりますね。 20% 上回っているようだとカビの原因になったりとか、屋根裏の湿気がこう正しく排出されてないような状況というのが考えられるので、指摘させてもらって、改善策というのをご提案するということになります。やはりお住まいの方とか、これから購入される方、なかなか見る機会ありませんので、カメラでなるべく写真をたくさん撮って、まあ、通常屋根裏だけで20枚くらいは写真撮るかなと思うんですけれども、まあ、写真でいろいろとご報告するということになりますね。あとは屋根裏どうしても狭い空間になりますので、外でも使ってた、鏡、これを使って見えづらい場所は鏡で問題ないか見ていくことになりますね。あとはですね、断熱材、これはブローイングといって、こういった断熱材を直接天井上に乗せているようなあり方で、ちょっと珍しいやり方ではあるんですけれども、これの場合は奥に目盛りが書いてあるの分かりますかね、あれで断熱材の厚さが正しく入っているかということを確認をしています。それからこういったタイプじゃなくて袋入りの断熱材の場合は、どうしても断熱材同士の間に隙間があったりとか、そういうことはありますので、そういった部分の確認をしていきます。こういった構造材としての梁の上は人が乗っても全く問題ないんですけれども、そうじゃない普通のところ、天井のところに乗ってしまうと天井を壊してしまったりとか、まあ、そういう恐れがありますので、こういった梁の上を必ず歩いていくということになります。
断熱材でどこか薄いところがないかとか、構造材で釘を留め忘れてるとか金具を入れ忘れてるところがないかっていうのを今確認してますけれども、特にそういったところはなさそうですね。しっかり作っていただいているかと思います。例えばこれ今見えてるのが電気配線の、ジョイント部分ですね。線と線必ずジョイントしてするところが出てきますので、そこにジョイントボックスというこういったキャップをはめることが、ルールでありますので、そういったところがない場合は、お伝えをしています。断熱材も全体に丁寧に吹き付けられていて、隙間とか厚さの不足があるようなところはなさそうです。こういったですね、小屋塚という柱から柱、小屋塚と小屋塚を結ぶ斜めに入れている材、これ蜘蛛筋貝といって補強、屋根を補強するための材なんですけれども、この小屋塚との交点のところに釘止めを2本行います。で、まあこれで固定をするわけなんですけれども、こちらに釘止めがされてないところがありましたので、まあこちらこういうところ見つかれば、例えば引き渡し前であれば、指摘させていただいて引き渡し前に直していただくということをアドバイスさせてもらってます。じゃあこれから床下に入っていきたいと思います。点検口開いた状態で作業をすることになるので、私はこの看板を立てて安全に注意していただくように一声かけるようにしています。まあ、踏み外してしまうと危ないのでということですね。で、使っていく道具は、まあ、先ほどまでと同様のまあ、デジカメ、これで隅々まで写真を撮るのと、あと木部の水分量を確認するためにこういった含水率計を使います。あとは写真で後で見返して自分でも分かるように看板ですね、これでお部屋名を書いて、で写真に残すようにしています。クラックスケールですね、ひび割れの幅を測るもの、後から、まあ、修繕の人が入った時にも場所を正確に伝えられるようにマスキングテープでその不具合の場所は残しておいて貼ったままにしておくようにしています。あとは、まあ、万が一、まあ、虫遭遇した時用にちょっとこういったコンパクトな殺虫剤を持ち歩いてます。それから配管ですね、特に排水管は排水勾配といって流れる向きにこう水がちゃんと角度がついてるかっていうことを確認するための水平器、これを持ち込んでいきたいと思います。では行っていきます。リビングの下まで来ました。断熱材が落ちていないかとか、ひび割れがないか、そういったところを見ていきます。この金属の足、これが構成塚というもので床を支えているものになります。これの固定状況ですね、上はこのような形でビス止め4本でされていて、下はウレタン接着で固定されてますが、これは正しい状態ですね。緩みがないか、こういったところも注意して見ていきます。よく見つかる不具合は断熱材が落ちていることとか、あとは基礎のひび割れ、こういったところがよく見つかるものですね。玄関の方まで来ました。玄関は、まあ、このような形で先ほどまでと基礎のところの色が違うのが分かるかと思いますけれども、こちらが先ほどまでの場所ですね。玄関とかユニットバス周りは基礎の内側で断熱をすることが多くあります。まあ、こういったものも断熱材に隙間がないかとか、正しく断熱されているかということを確認をしていきます。特に問題はなさそうですね。それから今見えているのが基礎パッキンというもので、最近の住宅だとこの基礎のコンクリートのすぐ上にこういった樹脂製のパッキンをかませて、それから土台を乗せることが多いです。まあ、これも適正に設けられているかということですね。ずれていたりとか入れ忘れていないか、そういったことを確認しています。
今こちらで見えているのが、キッチンの給排水関係ですね。緩みがないかとか水漏れがないか、そういうことを確認をしています。特に問題なさそうに見えますが、こちら、排水管を常に固定する部分ですけれども、こちらのように固定してありますね。動きません。一部固定してないところがありますので、こういったところは、固定していただくようにお伝えをこの後しようかなと思います。一箇所基礎にひび割れがありますね。ひび割れの幅が、そうですね、0.3 ミリくらいのひび割れですので、これはできれば直しておいた方が建物の耐久性ということで言うといいのかなというところになるので、こちらも指摘事項としてこの後お伝えしていきたいと思います。あとは場所が分かるようにメモ書きをしておきます。次写真を撮ります。ついでに次直しに来る方がいる可能性がありますので、場所を、スムーズにお伝えできるようにこういった形でテントを張っておこうと思います。排水管は流れる向きに勾配がついているかということを確認をする必要がありますので、こういった形で、勾配が取れているかの確認をしていきます。それから床下とですね、屋根裏以上に湿気がたまりやすいことがありますので、木部の水分量ですね、含水率といいます。こちら 20% 以下は問題ないので、現状 12% ぐらいということで、十分乾いた状態ですね。またちょっとひび割れがありましたので、こちらもチェックをしておきたいと思います。やはり 0.3 ミリぐらいですね。補修をしておいた方が安心かなというようなものですね。直ちに大きな影響はないようなものではありますけれども、こちらも同様ですね、ひび割れが1箇所、もう1箇所ありましたのでチェックしておきます。これはそんなに大きなひび割れではないですね。 0.15 ミリ。このくらいであれば直さなくても大きな問題はないようなものかなと思いますね。主要の室内配管がありますが、しっかりテープで止められていそうなので問題ないかなと思います。これがテープで止めてない場合などは、キャップをするとかテープを止めるとか、そういったことをご提案しております。床下の空気も乾燥していて清潔な状態ですし、断熱材が落ちているとか、カビが発生しているとか、そういうことはなさそうな状況ですね。何箇所か非常にありましたので、それをこの後、ご報告していきたいと思います。配管の緩みがないかとか、そういったことの確認になります。やはりこちらでもちょっと固定がされてない場所がどうやらありますので、こちらは固定を求めていきたいと思います。それからひび割れですね、こちらも少しありますので、じゃあチェックしていきます。よいしょ。こちらは洗面所の様子ですね。給水管はこういったヘッダー配管といって、ここから各水栓に1本ずつ配管が伸びているような状態で、これメンテナンスしやすい切り方なので、そういった特性がありますよということでアドバイスをしたりします。洗面所は、配管がやはり集中する場所なので、水漏れなどがないかということは入念に確認をしていきたいと思います。じゃあ出ます。
まあ、床下はこれで以上になりますが、あとはまあここから出るときに、床を汚さないようになるべくこの中で手袋を外したりとか、これつなぎを脱いだりとか、そういうことに気をつけてやってます。ここまで診断の作業を2時間から2時間半ほどかけて終了いたしましたので、普段通りの流れで結果のご報告をさせていただければと思います。普段こういった iPad を使って普段見れないような場所を写真で撮影しているので、それを画像をお見せしながら結果のご報告というのをしていきたいと思います。例えばこういった屋根のところですね、普段見れないところになりますが、特に施工上の問題なかったです。ただ一点ちょっと直していただきたいところあったので、これはまた報告書の方でまとめておきたいと思います。あと床下は、まあカビみたいなものとか、構造上の極端な不具合ありませんが、いくつか耐久性保つためにですね、ひび割れの補修をしておいた方がいい場所見つかりましたので、これも写真と図面で場所がわかるような形で報告書の方でまとめておきたいと思います。あとこういった床下の排水の金具、これが固定してないところありましたので、これも固定した方がいいというところで報告書の方をまとめておきますので、はい、施工会社さんにはこれそのまま報告書をお渡しいただければ、まあ、分かるようにしておきますので。固定されていないとどういったリスクがあるんですか？そうですね、これ排水管の固定の話なんですけれども、例えば振動によって異音ですね、変な音がしてしまうとか、あと、まあ、点検で今日みたいに人が入った時に管を動かしてしまって管が破損するとか、そういったことが続くと水漏れの原因になったりもするので、極力これは固定をやはりしておいていただきたいと、そういったところになりますね。ひび割れはそうですね、まあ、こういったひび割れ何箇所か見つかりました。まあ、0.3 ミリぐらいのひび割れが多かったので、直ちに構造上に大きな問題はありませんけれども、もう少しこう長い視点で、例えばまあ20年とか30年というような視点で見た時には、今のうち直しておくと耐久性にもいい影響ありますので、この段階で直しておいていただくということをお勧めしたいと思います。後日牛山さんに基礎のひび割れ補修について聞きました。施工会社の判断にもよりますが、今回のような 0.3 ミリ以上のひび割れの場合は、ひび割れの内部に強力な接着剤を注入するエポキシ樹脂注入工法や、ひび割れに沿って溝を掘ってから補修材を充填する V カットシーリング工法などの補修方法があるそうです。牛山さん、お客様にこういった、まあ、結果のご報告をするときに、はい、伝え方で意識していることだったり、重要だなと思っているポイントとかはありますか？まずは客観的に見られる事実はなるべく正確にお伝えをする、何かこう歪めてお話をせずに状況をしっかりと把握していただくことが大事だと思うので、事実は事実として正確にお伝えするということは意識しています。ただ一方で、何が本当に危険で直さなきゃいけないのか、将来的にリスクがあるので経過観察をしていけばいい部分なのか、直ちに直さなきゃいけないのか、不安を煽るようなやり方はしたくないと思っているので、状況に応じてこれは優先度をしっかりお伝えするとか、そういったところは意識をしてお話をしています。牛山さんの作業の中でもこのご報告の部分は大切にされているポイントですか？そうですね、やはり例えば新築の引き渡し前であれば、監督さんであったりとか売り主さんも同席する形になるので、作ってくれた人の気持ちっていうところもありますから、リスペクトを持って建物の状況、いいところはいいと、悪いところを直さなきゃいけないところは正確にお伝えするというところで、診断そのものっていうのも当然作業としては大事なんですけれども、その後にある結果のご報告で、やはり依頼者様が持つその建物に対する印象っていうのがかなり左右されるので、非常にこれは丁寧にやっていかないといけないなと思っているところですね。報告書っていうのは、具体的に内容どのようなものを撮影していただけるんですか？基本的には今回指摘として挙がった不具合の箇所を写真でまとめて、不具合に関しては図面とリンクさせて、どこでその不具合があったのかということを分かるようにしたもので、あとは建物の記録として残すために、特にこう不具合がなかった場所に関しても写真を残して、それを貼り付けたものというのを結果のご報告書として、だいたい A4 で30枚から35枚くらいに上るようなものを全物件依頼者様のところでやっていると
そういうことになりますね。すごいボリュームですよね。そうですね。なので実際に現場で調べる時間っていうのも大体2時間から2時間半ご説明含めて3時間くらい必要なんですけれども、それプラス会社に戻ってから報告書をまとめるということで、一部スタッフ手伝っていただいてというところもありますけれども、そこも含めてサービスのご提供ということでやらせてもらってます。石山さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。最後に、この動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してください。コメント欄に質問や感想などをいただけると嬉しいです。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信してまいりますので、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。